こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日は嫁とローカルスーパーへお買い物。まあちょっとね、変な感じするけど、普段は市場での買い物がほとんどだし、市場で買えないものはネット購入することも多く、スーパーはあまり行かない。意外と人気の少ないスーパーでしょ。階段を降りたところにあって、立地が良くないのかな。早速始まった。カゴに入った特売品チェック。細かいことだけど、こういうことも大事なこと。中国では小麦粉を結構使うからね。日本だと餃子用としての小麦粉なんか売ってたっけ？5キロ袋とか10キロ袋で買うことも普通にある。これと同じじゃん。向こうも26でしょ。これも26？ あ、21.9。 安いじゃん。安いね。向こう26だからね。中国の穀物系はこういう容器に入っていて、好きなだけスコップですくって量り売りしてもらうことも多い。这个是今天称的吗？昨儿？刚称完。最近我が家では卵を食べる機会が多いからすぐなくなる。それにしても持ちにくそうな入れ方だ。いや、まっちゃんでさ。あなたの方が落としやすい。安いね。この間オールマートで25元だっけ、19元か。うん、で 9.9 元じゃない。いやいやいや、19。あなた潔癖症のくせによく触れるね。
日本だったらあまり触ると怒られちゃうよ。続いてチルドコーナーに来た。昔はチルド棚があっても電源を入れていなかったりすることが多かったけど、最近はちゃんと冷やしてるね。ヨーグルトはないでしょ。牛乳でしょ。賞味期限もそこまでは短くないみたい。いいんじゃない？あれば絶対食べるとは思うけど。問題は紙。果物売り場で特売品見つけたみたい。ジューシーで栄養価の高い美味しい。うん？就那几个特价的啊？没两个。好。哎，红娘，这个柠檬瓜也打三块呀？也三块钱一斤。是从哪拿过来的呀？对，我刚才问他，他刚刚在这里头。那钱不用拿了呀？这也是吗？都在这里拿的。刚才我问你，谁回答我？刚刚这里是三百，我们这里面有人觉得不是。这个我看就是没放，这个有点远，拿的反正是，我就给你测，在那儿尝，在那儿尝啊，在那儿尝。啊？鸡蛋多少钱？等我。你多少钱？啊，鸡蛋多少钱？四块几？4.38。中国だとこうやってよく聞かれるんだよね。要来。嫁はタダでもらえるものが大好き。乳酸飲料2本でお皿がついてくるってさ。また余計なものが家の中に増えるわ。いらないって。全然不好看。僕はミニマリスト。余計なものは一切持ちたくないタイプ。ちょっとした雨なら傘も持ちたくない。嫁とは正反対。いいよ。これ全然安いな。たまにあそこ後ろで買ったのは3元。安い。全部買える。あれはカレーとか作るとき使うとき買いに来る。2個でいいんじゃない？うん。男と女の買い物って何かが違うと思う。あれ、玉ねぎを持たずにレジに向かっちゃった。
个表签。我想去买圆秤，等会儿哈。マジ？レジに物を置いてから玉ねぎを取りに行くの？まあ客が少ないからいいか。他の客が来る前に戻ってきてほしいな。こんなところに乾燥ソーセージが吊るされている。なんかこの感じが自由でいいな。もうよそ見せずに早くレジに戻ってくれよ。おそらくだけど、女は店に来てから買うものを決め、男は買うものを決めてから買い物に行く。だから買い物にかかる時間が全然違う。女は買い物自体を楽しみ、買い物の余韻を楽しむ。男は買うことが目的で、買ったら終わり。まるで政治上とそっくりだ。